目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただ何かが消えてしまったという感覚だけが目が覚めてからも長く残る。ずっと何かを誰かを探している。そういう気持ちで取りつかれたのは多分あの日から。あの日、星が降った日、それはまるで夢の景色のように、ただひたすらに美しい眺めだった。おぶせちゃん、皆さん来てくれ。
なぎさちゃむです。ちゃむちゃんって呼んでください。せーの、ちゃむちゃん。ありがとうございます。ドリブル担当、なぎさの美八番、星野凛です。よろしくお願いします。なぎさ、お金玉アザラシ担当、神戸千代です。千代ちゃん出てください。せーの、ちくちゃん。はい、狂犬パープル担当、萩野ミスです。ミシちゃんって呼んでください。せーの、ミシちゃん。ありがとうございます。はい、ということで今日はまさかの萩野ということで私が MC を回すというね。ミシちゃん、今日は MC 頑張ってね。熱すぎる。じゃあ、お口真似してる。ちゃんのこと、うん、真似してる。バカにしてるに近いよね、この全員。バカにしてないよ、必死だから。はい、MC 今日はね、ミシュが頑張ってくれるみたいなんで、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで、告知からまずお願いします。はい、ここで告知しますね。6月22日にオンライン特典会があります。パジャマ衣装なんで、よかったらそれもゲットしてほしいです。お願いします。お願いします。はい、ね、いや、4つの告知があったら、ちょっと4つの告知、もう一つ、自分のは、自分のまず自分のやつ、うん、7月1日にカメちゃむ、カメちゃむいいよね、これはカメちゃむの生誕祭を行わせていただきます。そちらの方もよかったら来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、そしてね、6月24日に、トメの終電ライブがあります。そちらの方もなんかもうすごい絶対いいライブにするので、よかったら来てください。本当にお願いします。はい、はい、お願いします。最後は、私たち今透明版ツアー中なんですけど、透明版ツアーのラストの東京が7月8日 8にあるので、よかったらみんなついてきてくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。透明版の次にね、8月26日に、はい、私たちバンドセットワンマンを行いますので、そちらもよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは次の曲に行きましょう。それでは聴いてください、はちゃめちゃロッキュー。女子を呼ぶな。Thank you.
はい、ちょっとなぎさちゃん声がおもろすぎ問題だね。なぎさの声がガスガスでね、しかもなんかやばいよ。私も結構ハスキーだけど、なんかね、ポメラニアンさ、4人メンバーなんですけど、だいたい2人ずつ声枯れてさ、2人は大丈夫みたいな感じで、今回はミッシュとなぎさがちょっと、ね、声があんま調子よくなくてって感じなんですけど、まあ、今日はね、一応最初の方に言ったね、君の名は、あ、犬の名はもね、テーマにしてるんですけど、そう、え、聞いてなかった？見て、ポメの、ポメネームって書いてあるの。これ可愛いよね。そうだからメンバーね、なんか来世何になりたいとかあるかなって聞いてみたいんだけど、そう、来世の話してみようね。来世の話、うん、うわ、何もちょっと今話振ったけど何も考えてない。私は、来世は東京の女子高生になりたいな。え、すっごい、でも聞きたくないこと聞こえた。身長は確かに高くなりたい。あ、東京の身長が180センチぐらいで女の子にモテる女子高生になりたい。え、じゃあチャムは？チャム？なりたい。チャムだな。来世、来世難しい。ミシも考えとったね、来世。来世ある？あるよ。何？イケメン。なんかつまらないみたいな。ちょっと微妙。なんかだって常にダンスとかもしてるわけじゃん。いや違うよ。違う。もう全部取り払いたいんよ。え、男になりたいってこと？そういうこと。新玉をただアザラシをつけたいってこと？ちょっと2個ここにつけたいってこと？いや、女の子のおっぱいも見たい。揉めるやん、いつでも。揉んでるやん。ない父触ってもちょっと。ない父、怖い。ほんまに。なぎさはなんか大丈夫？もう喋れなそうやね。でも、なぎさの来世はりんごちゃんになりたいんだよね。私さ、マジで来たよ。聞いてるよ。なぎささ。リンゴ病になったことあってさ。でさ、うるさいな。なんかリンゴ病になったんだけど、そっからさ、ママにリンゴちゃんって呼ばれるんだよね。ママにリンゴちゃんって呼ばれる。多分さ、この人さ、私のキャラバカにしてるよね。私のキャラで何でも言っていいと思ってるんだよ。今日はなんかメンバーのキャラに合った喋り方しようやってなったんだけど、こいつがこの声じゃけさ、無理だねって。でも全員あれだよね、衣装もなんだけど、髪型も、そう、メイクも全部メンバーに合わせて、そうだよね。だから千代ちゃんはチャムちゃんのメイクと髪が飾りと、あとハーフツインと、でもメイクててあんま可愛くない。ちょっと薄くした。ちょっと薄くした。そう。可愛いね。なぎと私が一番メイク違うかもしれないね。そう、私に合わせてキュルキュルにしたんだよ。赤ちゃんみたい。赤ちゃんみたいよね。ちゃんとツインテールにしたし、ね、チャムちゃんはなぎさのメイクにしたけど、すり目にならない。薄いやね。薄い？なんかメイクが薄い。メイク注射で、ミシュはチヨちゃんメイクしたけど、本当にね、絶望的だよね。でもめっちゃチヨに寄せてる。こう、あの目頭のラメとかね。何今日美人っていつも悪いみたいな。で、何が痛かったなと。する。しかもハンコ注射見えるのほんまにダサくない？ちょうど見えるよ。ちょうどね、すごいな。え、みんな消えてない？え、足ハンコ注射ないんだよね。え、ハンコ注射打ったことないかもしれない。あるよね。え、ハンコ注射ってさ、みんな打つもの？打つもの？ハンコ注射って打つもの？打つよ。ちっちゃい頃に。え、私ないよ。見たことないハンコ注射。もうそんな雑談も置いといて。置いといて。この感じで今回はね、今日だけ限定のね、衣装交換ライブということなんで、最後までね、皆さん、メンバーのそれぞれ違う雰囲気のものをね、楽しんでもらって。あれってかさ、今気づいたけど、普通に MC 回してる。ミシちゃん、もう諦めようと思った。今日 MC 回すんじゃなかった？いや、無理だよ、さすがに。カンペ書くんじゃなかった？いや、カンペ書こうと思ったけど、時間なかった。
やっぱちょっと難しいかなって思って。あ、なるほどね。もう諦めたってことも、うん、そうだね。もっと感謝してね、アシのこと。うわ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 。はい、まあこんな感じで次の曲に。うわうわ。特に何かあるわけでもなく、ちゅうちゃんの衣装やばいね。何やばい、汗長さでやばいね。いや、暑い、やばいね、やばいわ。え、いいですか次の曲って。次の曲何ですか。次の曲はくずいも忘れ始めたもん。ヒント出してください。なんか本当に絶望のポメラニアンってこんな感じでぐだっちゃうんですよね、はい、なんかあのポメラニアンとしての連載の目標はぐだらないことです。はい、はい、それでは次の曲聴いてください。バズレブI'm not afraid to die.
じゃあ最後、萩野千代さん、萩野一秀ちゃん、マジでお願いします。いつも何って言うけ、今日の感想小学生の日記みたいになっちゃうよ今日は衣装交換できて、ちょっとリーダーもかじれて、かじれてとてもよかったよかった、ただの感想やめてよかった、はい、はい、もうどうぞやってください、お願いします。本当に無理、はい、皆さん今日はね、サインアップお越しくださりありがとうございました。今日のね、衣装のライブの感じはね、今回だけなんで、今日は皆さん思い出いっぱい残して帰ってください。それでは以上、私たち絶望のポムレ